大連銀行、本店大連銀行は中国両年省大連市に本拠がある銀行。1998年にそれまでの信用合作者が母体となって大連市商業銀行として発足し、大連市内にのみ支店を展開してきたが、2007年から大連銀行と名称を変え、天津市社、北京市社を開設するなど、全国の主要都市にも、 死者を構える銀行としての一歩を踏み出している。大連銀行は、中国領年省大連市の中心部、青六窪橋に本拠がある銀行で、1998年3月に、それまでの信用合作者が母体となって、大連市商業銀行として発足し、大連市内にのみ支店を展開してきた。大連広域市内に最も多くの支店を展開する銀行である。 支店が多いだけでなく、市内交通機関の支払い用、メータマ IC カードも一手に引き受けていて、市民によく親しまれている2007年2月に、大連銀行と名称を変え、天津支社を開設し、2008年7月には北京支社も開設するなど、全国の主要都市にも、支社を構える銀行としての一歩を踏み出している。また、同年、 カナダのノバスコシア銀行が20%の株式を取得している。本社は大連市中山区の青泥久保橋にあり、18の管理部門を抱え、各地に一支社97支店があり、従業員は約1800人である。総資産額は765億元、預金総額は677億元、貸出総額は383億元。 資本充足率は10.13%、カバー率101%であった。ありがとうございます。